エクサン・プロバンスにやってきました。この写真はレストランでのディナーの写真なんですね。やはりフランスです。見かけもいいし、そしてお味もとてもいいものでした。この田舎の道ですね。この道は画家のセザンヌがサント・ビクトワール山という山をですね、描くために通い詰めた道だと言います。これからこのサント・ビクトワール山に向かって進んでいきます。ここにセザンヌがですね、よく通った道なんだそうですね。サント・ビクトワール山の絵を80枚セザンヌは描いたというんです。それでこの岩山なんですが、その山の周りを巡ってみました。ブドウ畑が広がり始めました。プロヴァンスもワインの産地なんですけれども、ロゼがほとんどだというんですね。白や赤よりもロゼが多いんだそうです。このプロヴァンスというのは南仏の南東部を占める地域のことなんだそうですけれども、東はニースから、それとマルセイユ、このエクサン・プロヴァンス、そして少し西にあるアルルに至る、その地域を指してプロヴァンスというんだそうです。私の旅の生活をちょっとお見せしますけれども、このエクサン・プロヴァンスで見つけたコインランドリーに行きました。何日かに一遍はそのコインランドリーを見つけてですね、洗濯をしてたんですけれども、この時私ちょうど洗剤を持っていなくて、地元の女性の方、ここに来られた女性の方に洗剤をいただきました。